動物の絵。犬が一匹町中を歩いていた。あっちへ行ったりこっちへ来たり、飼い主の姿は見えない。なんとも挙動不審、迷っているみたい。あ、何か見つけたのかな。すごいスピードで走り出した。危ねえ、壁にぶつかると思ったら、壁に吸い込まれた。信じられない。犬が消えてしまった。その壁には、絵が描いてある。つまり、壁画。いろんな動物の絵。実物大。象やキリンの絵もある。よく見ると、犬の絵もあった。さっきの犬に似てないこともない。でも、まさか、きっと気のせいだ。おや？壁画の一部がえぐられている。なんだろう、これは。ワニの形に見えなくもないけど。その時だった。足に鋭い痛みが走り、地面に思いっきり引き倒されたのは、